でそういう人が作曲したジゴイネルワイゼンを演奏します。この曲はバイオリンの弾く側が言うのがこうあれなんですが、難しい技巧がたくさん詰まっていまして、見た目も耳でも楽しめる曲かなと思います。これも本来はバイオリンが弾いてるのが有名なんですけど、またこれをさらにいろいろメロディーがあっちに行ったりこっちに行ったりという感じで、それもお楽しみいただければと思います。
皆さん今日からのクラシックツーという感じで周りの人に自慢してください。